前回の話は下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。では今回の動画を始めたいと思います。Y ボタンで地図、うん、さっき寄ったやつやね。よし、旅立つよ。北の方、遥か北ってどこなんやろ。なるべくモンスターにぶつかりたくないんやけど、それじゃあレベルアップにはならんのよね。気づかれても、気づかれたら戦うっていう風にするわ、私。あー来たー。あ、これもしかして音楽がなくなったのってあれかな。夕方になってるからなんか色変わったよね、周りの。え、倒したし。え、強い。シンイさん強い。レベル7。マジか。あざっす。いやー。あった。そっか、レベル7でもうすでにあんだけやっつけれるのか。おう、やった。確実に強くなってるよ。私確実に強くなってる。イエーイとか言ってたら来る。でも一匹ずつしか現れない。いやー、私の方に来ないで。お、倒してくれた、ありがとう。静江の森なんだよね。てかあそこ、おお、なんか違うモンスターたちがいっぱいいるよ。いっぱい、うわ、なんかモンスターだらけだ。これは道なりではないってことかな、もしかして。なんかさ、あっちにさ縦札があったような気がしたんだけどさ、気のせいかな。ん、あっちに道がある。お、道なのかな？広場みたいなところに出たと。いやー、何？アルミラージ？と、大木槌？金閣ウサギだ。いやー、怖い。相手がいなくなった。どういうことだよ。あ、倒してくれたってこと？なんかめっちゃ追いかけ回されてるよ、シーンさん。おお、シーンさん本当になんか心強いんだけど、心強いんだけど、あのちょっと、あのね、どこへ向かえばいいのかがわからないんだよ。ここは一体どこなんだ。いや、もうどこに行けばいいのかがわからない。とにかく北に向かえってことだよね。遥か北って言ってたし。いやー、何、今回復してくれたの。追いかけ回されてる。お、宝箱。やった、レベルが上がった。でさ、はるか来たって言ってたけど、どこなんだよ。道は外れていくんかな。怖いんだ、怖いんだよ。道が全てマップに映ってるとは限らないってことか。
んで道を切り開いていくしかないのかな。会心の一撃からも全然やっつけれてない。なんか戦いがちょっと楽になってきてる。どこなの？行き止まりじゃない？行き止まりだよね。どこ？マジどこ？ほら、これ行き止まりじゃん。別の方向か。いやー、もう、うろうろする動画になってしまう。戦いは楽になってきたんだけどさ、てかモンスター言いすぎだから。いや、ぶつかった今。いや、押される。今日押される。向こうにうっすら大きい虫が見えてるんだ。あゆなに怒り、やめて、怒らないで。よし、どこなの。がわからない。北ってこっちで合ってんだよね。あれなんで言われる。看板にも書いてなかったしさ、看板っていうか縦札にも書いてなかったし、何が上についてんのかと思った。帽子か。とりあえずもう一回あの場所に行ってみる。あの場所に行ったらなんか乗り越え方が分かるとかない？すごい追いかけられる。どうだ？こっちか。こっち村だよね。帰ってきちゃった？まさかあのあれ村だよね。待って、本当に村だった？あれもしかしたら違うんじゃない？違わないかな。あー、なんか村なような気がするな。かゆい、顔噛まれたし。なんだよもう。あ、村ではない、村ではないけど、これってあっこだよね。なんか碑文があるよ。はい。神より与えられたこの広い世界で、我らは姿の異なる仲間たちと力を合わせ、支え合い、共に暮らしていくと誓った。その誓いが永遠であるよう願いを込めて、世界の中心であるこの場所に、愛すべき仲間たちの姿を残す。何？愛すべき仲間たちの姿を残す。どういうこと？で、どうすればいいんだろう。この先に何かあるのか？なんかいっぱいある。炎の民、オーガ。厳しい荒野で力強く生きる。大きな体に角と尻尾を持った者たち。好戦的で強き者を尊んだ彼らは、抜きん出た強い力と体力で、弱き者や仲間のために命を懸けて戦った。おお、すごいね。かっこいいよ。
花の民ブクリポ。絵本のような色彩の街で楽しさを求めて生きるふわふわと愛らしい小さな体の者たち。強い魔力と器用さを生まれ持つ彼らは、戦いより物を作り出すことより楽しさを生み出すことに情熱を傾けた。ほう。風の民エルフ。自然を愛し森と共に生きる。背に小さな羽を持った可憐な姿の者たち。伝統と格式を重んじる彼らは世界の理を断りを深く学び、多くの優れた呪文の使い手を世に送り出した。ほう。地の民ドワーフ。雄大な山々に恩恵を受け、大地と共に生きる小さな体に大きな耳を持った者たち。エルフではないのか。高い技術力と強い欲望を持つ彼らは、持ち前の器用さと素早さでいくつもの高度な文明を築き上げた。水の民ウエディ。海に浮かぶ美しい島々で自由に生きる。青き水面のような色の体を持つ者たち。束縛を嫌い、歌と恋を大切にする彼らは、速さと強さという属性を生かして愛する者を守るときにだけ本気で戦った、いいことなのか悪いことなのかよくわからないよ。あっちにもあるのか。空の民竜族。遥か彼方より世界を見守る聖なる者たち。彼らは地上で争いが起こると飛来し、その大いなる力で瞬く間に平安をもたらしたという。これで最後。竜の民人間。どんな地でも生きていける。大きくもなく小さくもない体の者たち。秀でたところがないと思われていた彼らだが、危機に直面した時決してくじけずに立ち向かう勇ましさを秘めていた。ほう。よくわからない紹介。大きくもなく小さくもない者たちだって。これ読んだやつだよね。読んだやつだ。でどうしたらいいの。あ、なんか光ってたね。またなんか拾いに行った方がいいのかな。なんか静かだ。夜苦手だ。まだら雲いてやたらと見つかるね。ねえ、どうしたらいいの。ねえねえ、一緒だよね。ねえ、これってどうしたらいいの。出てどうすんのこれ。あ、こっちなんか建物みたいなのあるよね。イエイ、もういい感じやね。なんやろ、どこだ。ここかい。でも何もないんだけど。なんか入れる。蚊がものすごく飛んでるんだけど、かゆいよ。いや、押すね、超押すね。あれさ、あの中入れるんかな。あゆのに怒り、怒らないでってば。
宝箱、宝箱。ここ。ここ入れないよ。入れないんですけど、なんかもうちょっと違う場所があったりとか、あ、こっから入れるやん。ちょっと待ってね。この先、未踏の地、エテーネの民は決して入るべからず。入るべからずって書いてるけど、行くしかないでしょう。行くしかないでしょうよ。お、なんか入ってきちゃったよ。名もなき草原。おー、なんか謎の場所に。おー、びっくりした。え、何今の。乗らないの？え？あれってスライムナイトでしょ？スライムナイトってさ、スライムと一緒にああやって歩きよん。可愛いんだけど。いや、可愛いんだけどさ。いや、なんかすごい、なんか気が抜けるね。ほら。あ、気づいたらああやって追いかけてくんの？乗って。超可愛かったよ。スライムの散歩させてるみたいな。ここからどう行けばいいんやろ。またなんか地図がわけわかんない感じだよ。ここに来たらそんなにちょっと敵が強くなってるか。さすがにちょっと簡単にはやっつけれなくなってきたかな。やっつけたかと思ったら出れてなかった。あ、強いな。まだか。あ、全然やっつけれない。全然やっつけれない。レベルが全然違うわ。ここに来ていくためにレベルが違うわ。やっつけた。よし、やっつけた。もうレベルアップだよ。いやーいやー、もうなんかそれもないで嫌だ。強かったんだもん。なのにまた2匹いる。やばいな。結構強いな、ここに来て。だってシーンさんでも結構手こずってるよ。これこの先やっていける。超押される。カブト切りって。あ、やっつけた、やっつけた。とりあえずこのまま上に行けばいいのかな。やだよ、もう持ってこないでよ。テクテク歩いてて。今回は一匹だけ。でもみんなまだ結構体力は残ってんのか。もうあれね、だいぶ攻撃が。お、でもちょっとは早くなったのかな、やっつけるの。これでどこに行けばいいんだろう。どこへ向かえばいいの。いや、びっくりした。ベビーサタン？目の周りあんなに黒いの？グレムリンだった。全然違うわ。
かどこに向かえばいいのかが全くわからないからさまよいまくるんだけど。いやー押される、超押される。どんだけ押してくんの、待ってって。なんかすごい変な動きなんだけど。やっつけたやっつけた、やっつけたやっつけたはいいんだけどさ、ん？あれかな、なんか滝みたいなのあるよね。お、リホイミ、なんだリホイミって。ここ？ここ何？なんかどっかに入り口みたいなのあるんかな。なんかあそこ神面樹みたいなのいるんだけど怖い。この先か。分からんけど。どこ？何？もうなんか怖いよ。うん、怖いよ。ほらもう。多くいるじゃん、多く。どこに向かえばいいんだろう。こっちか。いや、怖い。気づかないでこっちに。どこに向かえばいいの？あ、あっち？あれじゃない？違うかな？よいしょ。夢見の花。あ、なんかこっち行けそう。なんかいるって。ゴーレムいるって。なんか力溜めてるし。あれって確実にバレるパターンだよね。あ、てかあっこに入るんじゃないの、もしかして。怖い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 。え、てか絶対見えてんじゃん、あれ。行くしかないよね。ほら、絶対避けれないもん、それ。え、てかこれでさ、行ってさ、全然こっちじゃなかったりとかしたら、私やむよ。私やむよ。ほら怖いよ。ほら怖いんだって。もうほら回復系の呪文しかないし、違うよ、攻撃するしかない、普通に。しかもミスるし、ほらミスだらけだし。ミスしかしないじゃん。何、どうしたの、大丈夫私。いやー、しかもめっちゃ体力。ちょっと待ってね、これは回復すべきだよね、回復すべきだよこれ。ほいみほいみ、これやっつけれるの？怖い。待って、妹が危ない。お姉ちゃんが守らないと妹が危ないよ。ほら、てかこの先なんもないんじゃない、行き止まりじゃない、大丈夫なの、進んでなんかあるの。さっきからダメージ1しか与えれないんだけど私ら。怒りが静まった。やっつけれるのこれって、本当に力ため出したよ。何、力ため出したら攻撃が当たらないの。ナナミが、ななみが回復できない、回復できないんだけど。やばいやばい、戦闘エリアの外に逃げたらいいの。戦闘エリアってどこなの。
ントエリア。やった逃げれた、よかったね。これ洞窟入ってっちゃうけど大丈夫なのかな。あー、ななみが待ってね、道具道具、とりあえず MP を回復して、私の MP を回復してからのとザオななみ、なんでだよ、生き返れよ。ちょっともう一回、意味じゃないわ、さ足りない足りないよ、魔法の小瓶。これでダメだったらどうすんの私、これでダメだったら痛いよ。ななみお願い生き返って。マジか、マジで、マジなん、ちょっとちょっと待ってってば、ダメだダメだ、もう入っていくしかないか。てかもっと早く逃げればよかった、逃げれるんだったら。やばいなぁ、お、ストーリーが。あゆなさん、やはりお話ししておきます。なになに。実はおばあ様が気になることをつぶやいていらっしゃったのです。気になることって。たとえ滅亡の運命から逃れることができたとしても、なんだ、生き残れるのはたった一人と。え、一人、一人って、それって他の人はみんな死んじゃうってこと。それは私にもわかりませんが、言葉のままに受け取るならそういうことだと思います。どういうことだ。そんな気を落とさないでください。おそらくおばあさんは最悪の場合のことをつぶやかれたのでしょう。亀様のお告げ通り、天使の花さえあれば村は助かるともおばあ様はおっしゃっていました。だから今はおばあ様の言葉を信じて、必ず天使の花を村へ持ち帰りましょう。そうだよね、私も信じる。天使の花さえあればみんな助かるって信じるよ。村遠いよ。長くなったので今回はここまでで一旦終了させていただきます。次回無事に天使の花を持って帰ることができるのか、こんな状態で洞窟の敵に通用するのか、果たしてこのセリフまで見ている人はいるのか、謎が謎を呼んだまま続きます。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面のどこかにある登録ボタンから登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。